パパインはプロテアーゼの中のシステインプロテアーゼに分類される酵素。植物由来のプロテアーゼとしては最も研究が進んでいるものの一つである。パパイアから見つかったことからこの名前が付けられた。熟したパパイアにはパパインはほとんど含まれない。同様の酵素が生のパイナップルの果実に豊富に含まれる。ブロメラインは肉を柔らかくすることから す豚などの料理に用いられるが、一般には酵素は加熱により活性を失うため、加工時に加熱処理されている缶詰の果実では、このような効果はない。キウイフルーツのワクチニジンやイチジクのフィシンも同様な酵素である。触媒残器はシステインとヒスチジンで、システイン残器のチオール元の異応原子が、ペプチド結合のカルボニル炭素に嗅覚攻撃を行うことから、 タンパク質やペプチドの加水分解が始まる。塩基性アミノ酸、グリシン及び、ロイシンと続くアミノ酸とのペプチド結合を切断する。パパインは、ロイペプチンなどのペプチド系阻害剤や、システイン残機就職試薬によって阻害される。ありがとうございます。